王様からパスが来ないとね、フォワードは。そうなんですよね。長友、長友のクロス、ゴール前、本田の前、やったー。3番だね。2試合連続代表戦でのゴールを決めました。いや素晴らしい。ワールドカップでの優勝を公言するこの長友のクロスを本田圭佑が頭で叩き込みました。日本先制。いや期待感という話ありましたが、北澤さん、はい、その期待に応える本田のゴールでした。そうですね、もう2プレー目でゴールですからね、この長友の突破も素晴らしいですね。いつも仕掛けられる、まあ、そしてやっぱ狙いどこですよね、本田。ただここにはやっぱ角界にも絡んでるんですよ。ニアが入ってくることによって本田のポジションが空く、この辺は2人のやっぱコミュニケーションが図れたゴールだったんじゃないかなと思いますけどね。8月のウルグアイ戦に続いて代表で2戦連発、これ